待ってどうするの？入った。あ、入った。ボイラーが一番目だ。私のドアメ最近ブームです。入った。入った。待ってどうする？俺。入った。あ、入った。いつも入ったっちゃやお。入ったっちゃ。入ったっちゃ。なんか今日静か、なんとなく静か、うん、なんとなく静か、うん、なんでだろうか、みんながこうおすまししてるからじゃない、それぞれに決まっちゃっていい感じじゃないですか。緑緑緑、え違うか白白か、目大丈夫ですか。あ、そうきたか。じゃあそろそろもう半ぴったりで今日は、はい、じゃあ行きますか。行きましょう。はいはい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。しまくインスタライブもチャンネルの時間です、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。さて、はい、今日はどういう感じでやるんでしょうか。今日はスタッフがそれぞれおすすめする厳選アイテム、厳選してお勧めします、うん、なかなか何か狙いがあるんでしょうか。中身がいつもと変わらないんです。あ、そういうことですね。見方を変える、はい、見方を変える、内容変わらずでも頑張ってやっていきましょう。楽しくね、はい、写真お願いします。うん、うん、写真、ああ、ちょっとカシャンカシャンって撮ってくれる。そう撮ります、撮ります。ノーカメラじゃない、見とれちゃいましたわ今日も、皆さんのあまりの美しさに。へ、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、まず最初にご紹介をしたいのが、はい、やっぱり最近こう羽織物を探されてるお客様すっごく多くって、うん、いろいろ羽織物は人気なんですけど、うん、これが割と新作の、割と新作ってどういうことや、割と新作でないのってどういうの、最近入ったばっかりの麻のブルゾンになります、はい、私短いのがやっぱり一着あるとすごく便利かなって思います、うんうんねうんうん、短いに越したことないぐらい短いの欲しいですね今年はね。そうですね、うん、って言っても、まあ、この辺のはなんていうか短すぎる感じのものではないので、はいはい、普通に使っていただけるブルゾンかなと思います、はい、うんうん、そう思いますね。こちらが、うん、昨日入ったばっかり、あ、これは昨日ではないんですけれども、うん、ホームページにも載っているんですけど、うん、1週間ぐらい前から出してなかったよね。そうそうそう、売り場にね、お家はね、はい、これヘンプ朝です。朝100です、はい、で、リブが首元と袖についていて、うん、ここのリブがちょっとキラキラするのがちょっとおしゃれ、うん、とこことあと後ろにリブがついてます、うん、で肩がこうドロップをしていて、はい、やっぱちょっとここがふわっとした感じがすごく今っぽいです、うんうん、今っぽいのね。今っぽいんですけど、はい、かなりいろんなお洋服に合わせのいいブルゾンです、はい、で後ろがちょっとだけ短めになってます、うんうん、そのフライスの部分ってこうラム紙が混ざってて綺麗よね。そうなんですよね、地味になんない。そうそうそう、こういうね気遣いがいいですね。これが結構便利です、うん、でお色違いがこのきなりとうん、チャコールグレーになります、うん、それぞれに着てみたらどうですかね。いいですか、うんうん、これそれぞれに味わいが違うので、うん、ちゃちゃっていい感じ、いいですよね、うん、おお。全然違う。ねえ、あ、この感じ結構好きかも。うん、私も横目で好きです。
横目で、ね、横で横、真横から見て俺は縦目でいいと思うなんかこの時期なのでパッと見白に目が行きがちなんですけど、うんうん、それぞれ色がすごくいいです、うんうん、ちょっとごめんなさい、肩が引っかかってます、はい、でこのきなりは、うん、このリブの色も同じベージュ系になっております、うんうん、こんな感じですね。折り、ね、もね少しこう目がつんでて、うん、細い番手のね旗なんですがしっかりと目を詰めて厚みを持たせてます。なんかいいですよね、うん、腰があるいい朝ですね。うん、ちょっといいじゃない。はい、はい、そしてそして こちらがチャコールグレーです、うん、あらかっこいい。うん、これはこれでいいね。そうなんですよね、色がすごくいいですね、うん、ちょっとこうブラウンが入ったようなグレーで、うんうん、ここのリブもグレーになっております。はい、光沢はさほどないんだけれど、やっぱり縦糸横糸、うん、俗に言う玉虫になるような感じの織りなので、やっぱり若干光沢がいい意味でありますね、うん、そうですね、うん、本当になんかいい感じですね。かっこいいかっこいい。それとそのパンツ入りたての秘密があるんじゃないですか。そうなんです、うん、このパンツ入りたての例の、うん、はい、例のね、はい、例のワイドラインですが、実はこちら、はい、秘密、さあ何の秘密かっていうと、モッコの秘密は大したことない、朝じゃないんですっていうね、そんな、なんで言っちゃうの、失礼、こちらが、そういうことかな、朝に見えてポリエステル100なんです、はい、あ、言っちゃったごめんね、すげーフライング、すごいなんか言っとこどりもいいよね、うん、クイズで答えを言ってさあ何でしょうっていうようなもんだね。そうですよ、まさにです、うん、あいやー、演出殺し目、あいやー、本当朝にしか見えないここから、うん、いや本当に朝よね、上のジャケットとでもこれは光沢がありますね、うん、ポリ100っていうところが、しかも先染めの糸を使ってるので、やはりこれも少しこう生地の色に表情があるのね、うん、綺麗なんです。そう、秘密があるんです。皆さん見ていただいた通り、ちょっとグリーンがかった黄色っぽい色と、はい、朝かと思いきや本当にこれパッと見ると、あ、朝のパンツが入ったって思うんですけど、そうです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 、ポリ100ってすごいですよね、うん、実はそれがスーパー秘密でした。これがなんかすごい生地の表面もちょっとだけなんか凹凸っていうかあって、すごく雰囲気があるんですよ、はい、表情があるんですよ、はい、でこちらが5色5色です。この3色とグリーンとさっきのグレーっぽい、うん、カーキっぽい色です。でこれいいよね、使えるよね、いい、すごいですよこれ、うん、どっちもおすすめです。秘密を言っちゃった、本当ですよ、うん、なんかじわじわくるそのなんかわざとだないやいやそんなことない、なんかじわじわそれ笑いがくるって、うん、言っちゃったよ言っちゃったよ、先に言いやがって、はい、じゃあこちら値段言います。はい、はい、この朝のブルゾンが16,500円。7なんとだね、もう1回16,500円、安っ、うん、ってことはブラウスより安い。そうで、これはワンサイズのみになります、はい、ゆったりめです、うん、でワイドパンツが14,080円、はい、あら、あら、こんなに風合いもいいのに、うん、はい、うん、でここで一つ注意ね、皆さんに注意して見ていただきたい、15,000円のこういうジャケットってだいたい言葉悪いけど安っぽい、うんうん、でもこれは高く見える、うん、っていうかちゃんとしてます。あとこういうラメとかね、うん、そういうところの使いがいいですね、うん、はい、あといつも言うように、あの作りがこのねメーカーさん仕立てがとてもいい、うん、すっごい丁寧にできてます、う
で1万5000円という価格の軽さじゃないです。ジャケットとしてすごくこう成り立っている、うん、これがポイントです。そうですそうですそうです。ちゃんとジャケットになってますので、そう、そういうことそういうこと、軽すぎない、値段はちょっとないと思います、うん、はっきり言って。でしなやかよね、この朝が ね、これがまたハリバリしてるとね、うん、ちょっと言葉悪いんですけど思い出しやすいのが無印のね朝とか、ああいうこうザラザラしたような感じとはまた全然違います。余計なこと言うなって顔してます。はい、ワイドパンツが、38サイズになります、はい、こちらの伸縮がないので、はい、ゴム、ウエストはゴム仕様になっております、うんうんうん、このパンツかなりおすすめです。すごいおすすめ、この風合いがね、うん、めちゃいいです。いいよね、はい、でポリ100だから洗濯機でザブザブ OK ですね。それは手洗いって感じよ、洗濯機ってこう、そう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 、オッケーですね。はい、はい、そんな感じになります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、くまです。はい。はい。もっそりと出てきました。アフターエイトのくまさん、くま姉さん。全身白。これは受けてる。これは普通だと思いますよ。あ、そうか、うんうん、そうね。これはお仕事に行ける行く前だね。やつと思いますよ。うん、そうか。面の、うん、アシンメトリーのデザインの、はい。はい、ブラウスに、うん、1号店のブログとかで、うん、で紹介している、はい、熊お気に入りでディスプレイよく使ってますね、はい、ロゴ入りのレース、ロゴレースのタイトスカートに入ってるやつを履いてみました。すごいですよ、かっこいいです。ちょっと後ろつまずでシルエットが綺麗じゃないんですけど、ちょっといい感じじゃない。で、うん、この上の面の、写真撮るの忘れてる、ごめんなさい。はい、はい、大丈夫です。で、はい、そう、なんか、うん、ここはなんか、あ、ここが一番薄いですね、うん、はい、でここは布が二重にかぶさってたり、うん、こうシングルでかぶさってたりで、はい、で襟がちょっと立った感じ で、うん、で後ろがね、デザインポイントです。はい、綺麗、はい、になってます。うん、なってます、大丈夫です。お土産になってて、はい、この紐の部分がちょっとゴムになってる、はい、突っかぶれますよね、これね、うん、デザインが攻めてる、うん、そう、これゴムだから、そうです、そうです。緩めたりしないで、イメージで言葉を作ってますので、うん、すいません、私もそのつもりなのかなと思って、はい、そう、で、もうお袖はカフスとかじゃなくて、はい、うん、そうですね、シンプルな感じ、はい、タルタルーガっていうところの、たびたびね、うん、登場しますよね。デザイン性がすっごいね、うん、面白い、強くて面白いんですね。めっちゃ好きだよね、うん、素材は綿ローン 100% のね、はい、素手で気持ちが、はい、洗いにかけた綿ロンで扱いやすいです、はい、ちなみにブラウスはお色違いがございまして、はい、なんだ、スミクロみたいな、うん、そうですね、色のブラウスもあります、うん、同じデザインで、うん、今ちょっと黒くなって、ね、で後ろ髪上げて、はい、ちょっと ね柔らかくて、うん、今の時期着てもらうのに、はい、ちょうどいい感じです、はい、で、まあ、一応こんな感じなので、うん、上にジャケットを羽織ろうかなってちょっと思っていて、羽織ってみてください。で、ジャケットはモッチーさんのね、ブログでも紹介している、うん、綿が 75% か、はい、そうとは思えない感じのね、うん、すごくいいね、ポリエステルかなって思ってしまうくらいの感じなんですけど、うん、ちゃんと綿が、それ綿なの、綿、そうでしょ、綿75でポリエステルポリウレタンで、まあご存知の方はジョグパンに近いような ね、うんうん、ね、ストレッチがしっかりしててっていう、すごいね。あ、お疲れです。あれ、あ、髪の毛切ってる、そう切ってる、大変身じゃん、そう、やり手な感じになってる、やり手で大変身、AD、 あ、AD あ、これ撮ってきて写真撮って、あ、写真撮って写真、はい、カメラの IR 写真、うん、JP カメラの、うん、っ AD って言わなくなったんじゃない、そう、なんかあ、ワイヤーが襟元に全体的に入ってる、はい、うん、ここら辺から撮って、俺ので今まで撮ってはい、いい、 OK、 あ、いいですか、あ、じゃあ、はい、じゃあいつもみんなね、足ずらしてね、モデルポーズ撮ってることに私は気づいて、うん、私もちょっとずらしてみた。ていうか、ね、はい、それとそのバッグ、何気に、こまかちゃんのそのバッグ、かわいいね。かわいくて、
これも新しい取引を始めたブランドのバッグですね。ああ、でもこのロゴ 見たことある。あ、ちょっと違うの持ってきていい？入ってなかった。また Wi-Fi。 あ、今日までだから平気か。 Wi-Fi よかった。なんか可愛かったので今日1日だったら具合悪くなるよね。一目惚れね、しましたので。これ葵さんっていう、葵商事っていうね、あの国内でも三木さんに次ぐ大きさの商社。そうですね、はい、そう、このブランドはね、見たことあるよね、うん、はい、ね、ほら、ね、はーって、何、どれ、あ、なんか自由が丘に入ってるバッグでもこのロゴもあったなと思って。そうそうそう、はい、なんかあの中は巾着にもう縫い付けられてて、中身ビョンって出る心配もない、はい、で、ショルダーの紐も入ってるっぽいんですよね、うん、で一応このなんか3種類あったんで、うん、あのつるっとした感じと、うん、ちょっとカゴバッグみたいな編み編みの感じと、ね、と、うん、この小ささめっちゃ可愛いやん、うん、あのでちゃんと閉まるからいろんなもの入るし、うん、落とす心配もないし、で牛革なんですね、牛革ですね、うん、でこれはカゴみたいなのも、うん、あ、綿ナイロン牛革だ、うんっていうのがちょっとあって、うん、にいちご店なかったものですから、うんうん、ちょっとなんかいいなと思って持ってみたい気持ちになりまして、うんうん、お値段でも29,000円です、はい、あ、このバッグかわいいね、何気にかわいい。ジャケットの説明途中、うん、はい、そうですね、あ、綿75、はい、ポリエステル、ポリウレタン、はい、75、20で5個か、はい、うん、で、あのすごいストレッチが効いてて、で袖丈私151でもあの手首が出るぐらい気軽さ、うん、もう多分もうちょっと皆さんとこういう風に、うんうんうん、軽やかな感じになるのかなと思います、はい、ちゃんとここボタン外せるようになってますね、はい、で、まあ、ちょっとここだけパープルのポイントがボタンの穴のここが、うん、縫い、はい、ボタンホールそれ切ってある？切ってあります。あ、じゃあ本セットだね、うん、うん、はい、あ、うんうん、便利です、便利、便利です、はい、で、そう、なんといってもワイヤーが入ってるから、うん、きれいに襟がね、うん、はい、作ったりできます、うん、形がで、ちゃんとポケットもしっかり、うん、で、これいつものピッツォビアンコのジャケット、はい、で、スカートもあったんですけど、うん、ちょっと2号店パンツだったんで、うん、この間ブログでこういうセットアップでご紹介してたんじゃないですか、うんうん、そうね、お色違いがカーキ、うん、私が着ているのが黒になります、はいはい、面が75%入ってる、うん、しかもそのジャケットセットアップになるというスカートとも、スカートがね、パッと見なかったですね。こっちにないんだ。一番点はそう、うんうん、スカートだったの、フレアのスカートだったので、うん、そうよね、はい、じゃあそれで組み合わせができる感じになってます、うん、で、ポイントはちょっとボタンが白いこと、はい、ね、白になることで爽やかにね、黒の重さを少しこう解消してますね、うん、はい、で、あとはまあ上と下を白にしたので、一応それがちょっと分断されるように、うん、あの一応黒のマークを入れて、はい、黒でっていうので、こことここと足元の色をちょっと合わせてみました、うんうん、そんな感じですね、うん、今日もやっぱり寒いからそういうショートブーツで全然いいね。今日晴れたのにすごい寒かったんで、うん、このぐらいでちょうどいい、うん、皆さん体調気をつけください、うん、本当もう風邪とかね引きそうな気がしますよね、うん、そしたらお値段を伝えしますね、はい、お願いします。あ、ここもワイヤー入ってた、うん、ここまでだ、はい、襟だけじゃない、うんうん、途中からね、はい、ここも入ってます、はい、そしたら、タルタルーガの綿のブラウス、はい、はい、でピッツォビアンコの、ロゴスカート、はい、なんかアルファベット何書いてあるんだろうな、誰かわかる、うん、なんとかでいい、サマーリー、あ、そうなんだ、ずっと見てたけど、分かんない、ね、すごいよね、うん、あのサマーデイ、サマーデイって書いてあるの、それがバーってなんかランダムなんで、斜めに入ってるの、サマーデイ、あ、そうです、うん、ずっと見てて分かんなくて、分かんなかった、うん、あ、スカート見せたかな、違う色、いや、見せてないです、はい、白と黒が今ここになくて、はい、ベージュ、はい、で三色展開になってます、はい、はい、大事なことでした、はい、サマーデイか、うん、後ろもちゃんと
スリット入ってます、はい、やっと解読できましたね。あ、よかった、サマーデイでした。俺もスッキリした。スッキリした。じゃあもう一回読んだけど、そう、円のブラウスがこれを解読するのに3日ぐらいかかったね。パッと見てすぐでしょ。2分くらい。あ、やっぱね、すごいね、インスピレーション。あ、綿のブラウスが 18,700円、はい、ロゴのスカートが 18,480円、はい、で綿が 75% 入ってる、うんうん、めっちゃストレッチの効いたジャケットが 19,250円になります、うんうん、レースもスカートもこうやってロゴになったりするだけで全然違いますね。あとラインも入ってますので、うんうん、かっこよく、かっこよく、こんな、こういうの楽しい。そう、つまんでるからですね、うん、ちゃんと後ろもこういう風にですね、朝履きもいいようになってますので、はい、大変おすすめでございます、うん、いい感じです。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもです。はーい、走ってこないでよ。はい、こんばんは。はい、こんばんは。今日私は、はいはい、もうゴールデンウィークになってね、はい、ちょっとこうお出かけをしても大丈夫なような雰囲気になってきたので、うんうんうん、こんなどこへ行ってもシワにならない、うん、こうちょっと、ね、うん、座っちゃってもいいようなもので、うん、はい、コーディネートしてみました、うんうん、でこれはやっぱりノースリーブなんですよね。上はタンクトップのタンクトップです、うん、はい、そして下、はい、ゴムのパンツ、うん、後ろがゴムになってて、うん、前はゴムではないんですが、うん、はい、それでずっとこういうところにトリミングがしてあって見えるかな、はい、すごいんですよね。そう、これよく見るととっても綺麗なんですよね、はい、トリミングしてあって、はい、下がちょっとカフスみたいに、はいはい、そうですね、重みを持たせて、そうそうそう、あの裾の方がふわふわにならないようにね、ね、はい、あのならないようにしてますね、はい、よくできてますね。ポッケもあって、うんうん、それでこの、うん、タンクトップなので、うん、上に全く色の違う、はい、あのフードのオリジナルのフードのワンピースを羽織にしてみました、うんうんうん、今日ね、あのインスタのストーリーズの方とインスタに、はい、ミラノ の, あのスクエアブティックってマレーラのショップがあるんですけど、はい、このまんまスクエアブティックの女の人が来てましたけど、あ、本当ですか。女王の方がやっぱりかっこいい。ありがとうございます。本場ミラノ働き働きですね。メジャネス本当に、うん、ありがとうございます。このね、感じが好きで、はい、でちょっとだけピンクが入ってるんですよね、はい、見えますか、ここのこういうところにロゴでピンクが少しだけ入ってます。そこが好きですね、うん、だからちょっとピンクのバッグとかを持っちゃったりして、こんな風に柄にもなさそうだけど、そうやって肩にスコッて入るところでかっこいいですね、うん、そうそうそう、これすっごく可愛いですよ、うん、ね、好きな感じですね。めっちゃおしゃれですね。そのこう、そうそう、肩にクッと入るのが、ね、入るのがこの感じがおしゃれですよね。ね、すごくいいと思います、うん、完璧ですよ、その感じが、はい、でこういうロイヤルブルーにピンクも合うし、はい、グリーンにピンクも合うし、はい、うん、こんな感じで、うん、あのいいかなと思います、うん、それで皆さんご存知のように上のフードのオリジナルのワンピーは白とグリーン、うんうんうん、そしてこの青、はいはい、ロイヤルブルー、はい、3色になります、うん、で、上はね、うん、もうあのこのパンツがかっこよく着られるので、うんうん、上はどんなものを持ってきてもいいと思うんですね、うんうん、で、例えばこういうグリーンはね、リーフですって。リーフ？うん、葉っぱ？グリーン。あ、葉っぱこれ、うんうん、あ、ごめんなさい、葉っぱ？花のか、うん、なるほど。黒は知るか。はい、でラブアレートさんが教えて、あ、本当にありがとうございます。ここ水玉とか言ってましたよね。そうそう、2色の水玉とか言って、エンドウ豆違うか。こういうね、はい、あの黒とかドットはポジティブ平和のイメージですって。ああ、じゃあ全体に平和、平和、うん、あ、やっぱね、すごい、いいじゃないですか。メッセージがありますね。そうなんですね、うん、
平和にね、今の時期、平和でみんないろんなとこ行っちゃいましょう。平和な気持ちで。その軽さが、そう、その軽さが5000年。で、あれです。恒例、あのパンツが綺麗なんで、例えばこういう上に黒のシルクなんですけれど、これ。そういうものをこう着流してもかっこいいんじゃないかな、ちょっと着流してみてください、せっかくだから。パッパッと着流してみて。じゃあ上に着ちゃいますね。はい。ねえ、せっかくだから。それと俺なんか今言おう、いいこと言おうと思ってて忘れちゃった。だいたいそう。そう。狙ってると忘れちゃう。そうそう。おときくんはパーマかけたの。そう、かけてんの。かけたの。あらっつって、なんかちょっとどうしたのよ。私は昨日見ました。寄ってくれた。寄ってくれたの。そうですよ。え、昨日、そう、昨日私もいなかった、ね、雨だから帰った、着やすそうなセットアップですね。そう、もうシワにならないし、うんうん、でこれ今上に着ちゃって見えてるんですが、うんうんうん、こうやって着て、うん、なんかこの辺をチュロンと、はい、やっぱり技が出る。巻いてもいいかな。いっかな。いっかな。さすがです。いや。やる前からさすがですって言うな。いや、なんか展示してくれるだろうなと思って。そうそうそう。そう、やっぱこんな風にしてもいいかな。うん、そしたら後ろもあのあちょうどアシンメトリーな感じでね、やると面白いかもね。ね、なりますよね。うん、綺麗。こういう風にやって、うん、あの上、はい、ここ綺麗ですよね。はい、こういう風にね。うん。ちょっと贅沢なね、シルク100の洗い加工のね、ピーチ加工を洗ってる感じのシルク100です ね、 そういうものと、はい、普通このね、なんていうの、ポリエステル、それは綿100よ。これ綿ポリ、はい、こっち、はい、上が綿100でしたっけ。うん、あのブラウスはそうなんですよね。そうでしたか、ごめんなさい。シワにならないわ。全然ならないです、ね、だから楽ですよね。そうか、それで旅行行けちゃうのね。そうそうそう、と思います、うん、あ、こんな感じにしてもかっこいいかなと、うん、こんな人が旅先にしたら嫌だね。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。ホテルの受付かなんかしてると内心チッとか思うよね。なんでですか。ひどいひどい、うん、うん、こんな感じでいいんではないでしょうか。何者このものみたいなね。このあの黒のは色違いも、ブラウスは、シルクのブラウスはあります、はい、でお値段いきますね、はい、マレーラのこっちのパンツ、うん、はい、39,600円、はい、それから上の、うん、上ですね、はい、ブラウスね、はい、はい、プルオーバーが 25,300円、はい、それからオリジナルのフードが 24,200円になります、はいはい、それでこのチビバッグ、これかわいい。あ、思い出した、言おうと思ったの。5、6年前ね、 JR で黒人のね、スラッとした人が白いあのボタンダウンのシャツに細身のパンツを履いてて、このバッグ、グレーかなんかだったと思う、こう肩に今のこの感じで立ってたのよ。めちゃくちゃかっこよくて、久々に真似てみたいと思って探したんだけどなかった。あ、メンズで。なるほど、うん、めっちゃかっこよくてね、うん、しかもきちんとした感じのボタンダウンのシャツ、今時へ、あの黒人の人だから余計白いシャツが生えたのと、そのバッグがバランスがまあ良くて、女性、男の人で、うん、なんておしゃれなんだろうと思って、いただきと思ったらなかった、探して。ああ、やっぱりね、はい、これも形がすごい綺麗で、一つは出ちゃった、はい、な、うん、そうで、ピンクがすごい気になってて、このね、ここの入り方がかっこいいんですよ。そう、これすっごい綺麗、この感じが綺麗なの、とても綺麗、はい、使いやすいバッグ、これはね、衝撃的だったの、その人見た時。あ、そうなんだ、うん、男性でもそうやって、はいはい、なるほど、はい、もうとにかくかっこよかった。なるほどね、はい、余談ですけど、はい、でこれが 23,100円になりますね、はい、はい、じゃあ次に変わります、うん、はい、ありがとうございます、はい、あら、もっこどこ行くの。肩の力抜いちゃって。でもちょっとなんか、うん、こう休日を楽しみに行くって感じしませんか、うん、なんか仕事をするぞっていう気合もないし。そっか。おすすめはモノクロームの麻のニットにレオパードのパンツ、はい、
です。もうこのままで素敵です、ね。この朝のニット襟口綺麗ね。ねえ、この感じがちょっとおしゃれなんですよね。はい、うん、ちょっと先が切れっぽい感じになってるから。くるんってこうなってますね。くるんが少し開いた、ちっちゃい襟みたいな感じだね。そうなんですね。ここがちょっと、ね、うん、華やかに立体的になってるからすごくいい感じです。はい、うん、で、お袖はドロップしていて、はい、袖口も似たような感じになっております。はいはい、あら、なんかよく言うところのデコルテライン。あ、デコルテライン。うん、綺麗だな。そうですね。うん、こんな感じになります。はい、首元は蚊に刺されてるわけではありませんね。あ、ちょっと赤くなってますけど、はい。はい、なってるわけではありません。はい。はい、でも綺麗ね、これ本当綺麗。ね。あの撫で方だから、はい、肩の撫でた部分がちょうど綺麗に逆に生きてて、ああ、ここの立体的なところと、ね、そうです、確かに、うん、特に撫で方の方にはこの辺のニットのネック周り、はい、非常に綺麗に入るかなと思います、思います、はい、このベージュとミントグリーンと白の3色ございます。はい、はい、で、うん、やっぱちょっと羽織ろうかなみたいな時に、はい、うん、おすすめのモノクロームのシースルーのブラウス、うん、いいねこれ ね、 いいねのね、これいいね、いいですよ、ね、あら、また都会派になっちゃった。そうなんですよ、もうすっかり都会派になっちゃったね。都会派って言葉がこう自然に、そうですか、うん、色がついたね。いや、それほどでもって、それほどでも、うん、そうだね。あれすごい軽く、あれ捨てといて軽く、そう、こんな感じで、ね、いいじゃない。バッグを、うん、キャメルのバッグですか、うん、あったあった、あ、いい、あ、ね、ね、そう、新しいブランドのね、いい色、ちょっと見てほしい、かわいいんですよ、このコマカちゃんがね。さっき熊谷さんがご紹介してたののキャメルになります。マッテ持ちしてもいいかもよ、あのブルーと。マッテ持ち、ブルーの、うん、そう、マッテ持ち。マッテ持ち。なんかただ立たされてる人みたいになっちゃう。そうそうそう、バケツ。そう、バケツ持ってる。マッテ持ちの、はい、モコです。はい。こんな感じになります。うん、そのブルーも綺麗よね、うん、あのベージュキャメルと相性のいいブルーですね、うんうん、こんな感じになります、うん、綺麗ではない。ちょっと待って待って、そのバッグにはちょっと完璧に合うサンダルくんがあるんじゃない。そうなんです。いや、スーパーすごいよね。これと合うサンダルがこちらのみ入ってます。はい、はい、で、タンコで牛革、うんうん、タグがない、ない、お湯がかはわからない、うん、でも、いいね、これ入ってます。17,600円、あ、17,600円、牛革ですね。牛革でしょ、安いね。牛革ですよね、はい、牛革です。これイタリア製、あ、牛革じゃなくて羊です。羊革、うん、じゃあ余計柔らかくて履きやすいです。うん、何製とは書いてある、ここどこする、あ、いいですね。どこかインポートだと思います、うんうん、これは。あの、そう、ね、この秋から正式にとかオーダーはもう完璧にしてるんですけどね、ちょろっと雑貨で面白いのがあったので、ちょっと先にあの納品いただきましたね。新しいブランドですね。ですね、はい、あとニットがあります。ニットは白とミントグリーンがあります。はい、こんな感じでお値段切ります、うん、このマレーラの朝のニットが 38,500円、はい、シースルーのブラウスが 39,600円、はい、このレオパードのパンツが 27,500円、はいはい、バッグが 29,000円です、うん、パンツはこのホッシーのベルトでもかっこいいかと思います、うんね、うん、そう思いますね。なんかいい感じですよね、うん、当然地味にならないね、うん、綺麗な、何色っていうんでしょうかね、なんかちょっとこうあったかみのある、そうそうそう、少しピンクがかったようなベージュ、うん、
綺麗なベージュですね。ですね。うん、でそれにあの本当バッグにサンダルもいいね。ですね。うん、もう一回見せてください。ちょっとおすすめですね。これ一点。はい。サイズもなし？それ。あります。37と35。はい。これが37ですよね。色はそれだけ。うん、色はそれだけです。はい。です。はい、です。ですね。このような感じになります。はい。はい。うん、いい感じです。です。うん、何にしても。茶系もいいね。ですね。うん、地味にならない。以上。以上です。はい、ありがとうございました。おお、なんか新作ビンビンだね。収まりが悪くてずっとこうなる。うん。うん、あ、でもいいじゃない。足元の。あとサンダルも。おお、いいね。久々にサンダルいいね。チャンキー。はい。チャンキーね。うん、これも入りたてですね。昨日入りましたね。はい。なんで、うん、あの、あ、まあ、そっか、テーマは別に明日とかのあれじゃないから、うんうん、夏でもいいわけですね。クマ、手抜きしないで足のマニキュアも塗ってるのね。うん、塗ってます。うん、いつもわかんないじゃん、スニーカーとか。わかんない、そう、あのね、あれだから大体靴入ってる。さすがです。そう、あの、サンダルも入ってきたし、うん、そう、なんか最初ブーツ履いてたけど、うん、あのレイヨンとはサーの素材なので、うん、ちょっとブーツが重たいなと思ったので、うん、急遽、あの、うん、新しく入ったサンダルにしてみました、うん、え、すごくいい。で、あのフライガールのワンピース、うん、で、前も後ろもすごい合いてる、うんうん、でも全然よろしくないし、飽きすぎって感じが全くしないよ。あの、なんか落ち着かないですよね、うん、なんか肩こう落ちるんですよ、そうよ熱ってそう、うんうん、だからもうちょっと多分サイズ感、うんうん、私より私5号か7号だからもうちょっとある方が S なんですけど、これあ、そうなんだ、私が S で、うん、あ、じゃあ1号店にあるのが S で、うんうん、多分2号店と10号かが M サイズかな、うん、なのでそう、うん、ちょっと私だと少し大きいから肩が少し落ちてきてしまって、はい、じゃあ生後1ヶ月以上の ひよこちゃんたちがちょうどいいかな生後まだ10日ぐらいのピヨちゃんはそう、あの少しちょっとね、あの厳しいものがあるから、うん、今ちょっとずっとこうなってる、うんうん、でもスクエアに切ったこのものとかそう、ここがいいですよね。めっちゃ綺麗よ。あの丸く開いてるとやっぱりこう露出がね多くなりますけど、うん、四角いっていうところがあ、やっぱりめっちゃ綺麗です ね、 ね、上品に美しいですよって、ね、シュガーホリデーさん、あ、似合いそうだね、似合いそう、うん、で、あの袖もクシュクシュ、うん、あとは後ろもあの こうなんかこの辺全部シャーリング、うん、はい、になってます、うん、で、あとあのもう綺麗綺麗セクシーも忘れない、うん、スリット入ってる、あ、本当だ、そう、で、あのこれがお色が、うんうん、このなんかマスタードっぽいお色と、うんうん、あと黒の2色になります。黒妖艶ですね。妖艶ですね、うん、シャーリングが可愛いですね。そうです、すっごいフィット本当に綺麗よねしてくれて、でも、うん、あの柔らかいフィット感なので、うんうん、全然まだまだ、うん、いろんな体型の方に対応するのではなかろうか、ね、でまあ日常でもいいし、うん、まあ旅行とか行くのに持ってってもらっても楽しめるんじゃないかなと思います、うんうん、袖山肩のシャーリングも綺麗に収まるよね。そうなんです。だから本当に生後1ヶ月のひよこちゃんたちはもう絶対大丈夫です大丈夫、はい、クマはまだ、ね、10日ぐらいのひよこちゃんだから、そうそう、切ないな、はい、10日しか経ってないな、うん、とても綺麗って、うん、本当綺麗ですよ ね、 こういうのを見るとちょっと元気出ますね、うん、元気出る出る、はい、欲しいとか、うん、なんかちょっとあそこ行くの着てくっかなとかっていう、うん、で、クマの場合はこれだもんね、うん、あのこの後池袋にね8割氷をカランカランってやってね、うん、サイドビジネス、ね、茶色い水でしたっけ、そうそう、茶色のねお水をカランカランって濃いめですか、そうそうそうです、うん、いい感じです、はい、で、まああのお袖がまあ5分、はい、5分ぐらいなので、うん、まあ羽織らなくてもいいかなと思うんですけど、うんうん、いいと思う、まあちょっとなんか今日の預金にちょっとビビりまして、うん、寒いと思って、うん、一応まあ寒かった時とかは、うん、ちょっとカジュアルに、うん、こっちがちょっとややドレッシーなので、うん、あのこれもタルタルーガの
撥水加工がされていると、うん、あの明記された、うん、はい、はい、こういうパーカーがあります、うん、でこれもやっぱり最初に出たもちさんが着てた麻のジャケットもそうですけど、うんうん、あポイントはやっぱ短め丈ですね、うん、そうそうそう、この短めがすっごいいいかなと思います、うん、これはね165ぐらいある方、70ある方でもこの短さがいいですよ、うん、短さ、うん、はい、で前はこういう感じ、うん、でやつ上羽織れたら前でお袖があえてこの短い感じ、うん、で気軽に着られる、うん、羽織れる感じですね、うん、ポリエステルウエストの位置が10センチ高いぐらいの人でこの上着、うんうん、いいぐらい、いいぐらいですね、うん、そのぐらい上着はできるだけ短く、うん、今年は着てほしいということです。これもゴムを絞ってもらうと、うん、あれバルーンっぽくなってもっとこう内側に折り込めるようになるので、うん そ, うん、その雰囲気で着た方が、うん、ワンピースとかの場合は特にいいんじゃないかなと、うんうん、その通りですね、はい、良い良い、うんうん、そうそう、短い方がいい、できるだけ短い方が良いです。そうそう、うん、そうです、そうです、うん、うん、そのぐらい、そのぐらい、うん、そのぐらい、なんかボレロっぽいぐらいの短さにしてもらう方が、ちょっとなんかやっぱ今年こういうのがいいなってちょっとなんとなく思ってます、うんうんうん、そういう雰囲気ですよね、うん、バッチリです、うん、この感じ、これはフードがついてます、うん、はい、この感じ、後ろもこのぐらいグッて入れた方がいい、ブラゼルしたような感じで、うん、入れた方が、うん、ね、ちょっとモードよ、まあ、これを閉じた方がより全体的に内側に折り込めますので、はい、でゴムがすごい柔らかいので、はい、うん、まあちょっとね、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、まあちょっと海がちょっと寒いわってなった時妄想そうか、いや海辺のね、イメージ、うん、みんなで妄想してそう旅行行ってるイメージなの、うん、そう、一応こういう感じになるかなと思います、うん、はい、あ、いいと思いますですね、はい、はい、じゃあお値段をお伝えします、うん、値段も可愛いのにね、クラガールってね、うん、うん、そうですね、マデイラと比べるとまたちょっとね、うん、いいですよね。で、この麻が混ざった、はい、まあ、レヨンがメインなんですけど、うん、このワンピースがこのマスタードと黒があって29,700円、はい、うん、29,700円、はい、でこのタルタルーガの撥水のこのジップアップのジャケットが23,100円になります。23,100円、はい、うん、なります。いい感じね、いい感じです、うんうん、で一応サンダルは、うん、3万いくらだね、3万800円、これは37サイズ、はい、色がこれは2色だっけ、デザインが2色に、あ、デザインが2型か、で多分いちご手に入ってたのが、うん、いくつか35かな、ガオカマ、まあ、うんうん、で一応もう一個がお値段がちょっと高くなるのが、はい、3万3000円になるんですけど、はい、これ35か、はい、うん、なんかちょっとここが貝っぽい雰囲気の飾りがついてる、うんうん、はい、ここはチャンキーヒール、はい、でこっちの方が、はい、かかとが高い、うん、あ、私見せられてないんだこれこれデザイン、うん、そう、あとはこういうのですね、はい、はい、一応2型あるので、はい、サイズが合う方はぜひ35と37、うん、はい、ぜひちょっと履いてみてください、はい、はい、全然高さを感じない、ね、前にもちょっとここがあるので、うん、まあ差分で言うとそんなに、ね、うん、ヒール高いって感じではないので、うん、楽ちんですので、ぜひぜひね、今まではもうこの 4、5年スニーカー、スリッポン1本手の、うん、シマークでしたが、ぼちぼちこの辺いいかなって思って少しずつ増やしてます。楽しみに、ぜひ履きに来てください。はい、ぜひです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今その上着は一色だけ？一色だけ、白ですね。のみね。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、この後おそらく注文が殺到しそうな女王のワンピース、本当本当このワンピース ね、ちょっとね、皆さん注目してくださいよ、ちょっと何のあれもありませんが、もっこと取り合いになったという
私が着たいって私がこれ着る予定ですってかぶってた。そう、もこちゃんはもっと硬いものを着てください、はい、私は安いものに行きますって言った、はい、これもノースリーブです、はい、ごめんなさい、はい、ノースリーブでもう本当にストーンとした形で、うん、はい、綺麗なのよね、これがそうですね、驚いてもらいましょうね、はい、この後で、そうなんです、はい、驚くのはね、ちょっと後にしていただいて、うん、これもっこちゃんさ、色違いは驚きのワンピース、ここに、あ、揃ってるのもね、はい、あ、よかったです、はい、で、今私が着てるのが黒なんですが、はい、これはちょっと皆さん焦ってって感じですね、あのむちゃくちゃガオカは何色入ってる、まだ売り場出してないよ、コーン、ごめんなさいね、今、うん、これ取るのが3色だと思う、3色黒コーン、黒コーンとカーキ、カーキ、はい、うん、あれ、これうわ、かっこいい、そうなんです、よいしょ、ね、失礼しまして、これよいしょ、ごめんなさい、もたもたしちゃって、うん、よいしょ、はい、ね、これちょっともう皆さんね、はい、私が着てるのが黒、はい、はい、それにこのカーキ、はい、もう本当のカーキっていう色ですね、はいはい、それとあと紺、はい、こちらが分かんないかな、ちょっとね、紺です、紺です、はい、綺麗な紺です、はい、でここの後ろパカーンと割れてます、はい、この感じでね、うん、気にならない、全然大丈夫です、ね、それデザインポイントですよね、はい、そうですね、はい、気にならないので、はい、お色目は3色です、うん、よくよく見ておいてくださいね、このラインも本当はね、上下上着脱げればいいんだけど、この形で見てください、はい、下着はどうですか、脇から、あ、全然大丈夫です、大丈夫です、ね、はい、こんな感じになりますね、うん、はい、モデルがちょっと完璧すぎるプロポーションで全然大丈夫ですって言ってもね素人さんにはちょっとあれかもしれないけど、大体でも大丈夫ですね、はい、大丈夫です、はい、で本当にね、うん、完璧ならバーって脱ぎたいんですけど、うんうん、バーというのができなくてごめんなさい、うんうん、それそして、うん、こっちの本日は、ね、はい、メインディッシュですね、そうですね、ティーラベントのジャケットですね、はい、今日入る、あ、昨日入ったのかな、はい、はい、5色、5色ですね、はい、で生地がちょっとだけ違うんですね、はいはい、このお色目と、はい、これとそれぞれ、これだ、着てほしいぐらいだけどね、これブルー、うん、はい、サックスブルーですね、はい、ブルーになります、はい、これとこれはポリエステルなんですよね、はい、はい、で、あのワッフル柄みたいなね、折りがワッフルのように、はい、ハチスのような、はい、そしてこれ、はい、オレンジ、はい、白、綺麗な白、はい、ジャケット綺麗って綺麗でしょ、さやかちゃん、これめっちゃおすすめよ、うん、ロイヤルブルー、うん、綺麗ですね、綺麗なの、形が綺麗、すごく綺麗ですね、悪いけど最近こんな綺麗なジャケットおそらく皆さんもう見てないと思います、こんな感じですね、後ろ、はい、ここの横のライン、はい、うん、すごく綺麗ですね、この完璧さ、はい、こんな感じ、はい、で後ろもね、はい、あの綺麗なんですよね、とにかくあのパターン完璧、縫製完璧、そう、後ろがきちんとこういう風に、はい、見えますかね、はい、こんな感じに生地を使ってね、水玉の生地なんですよね、はい、がしてあります、むちゃくちゃ綺麗ですよね、これね、そう、本当に綺麗、それでこれあれなんですよね、はい、生地が綿ですね、こっちは、こっちはね、はい、ブルーと白とこのオレンジは綿にポリエステル、はい、ポリエステルが入ってるんです、はい、だからもう少ししなやかな感じになりますね、はいはい、でこっちはポリエステルなので、はい、少しシャキッとした感じになってます、はいはい、とっても綺麗でお似合い、うん、ありがとうございます、うん、っていう感じになりますね、はい、でちょっと皆さんに驚きの、そうなんです、うん、ジャケットはいい値段ですけどね、ティーラベント、はい、でこちらのジャケット、はい、ティーラベントのジャケットが42,900円、42,900円、39,000円消費税、はい、そしてこちらのフライガールの
ワンピース、うん、手に取ってもう一回見てもらっていいですか。ナナナントですね。ナナナントですよね。ちょっと驚きますよ。本当にびっくりびっくり。しかもある意味どうでもいいことなんですけど、メイドインイタリー、はい、うん、これ綺麗な生地です。本当にあの厚みがあるんですよね、はい、厚みがあって、そうそう、あの透明感があるよね。そう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 。でも透けない、つけないで、あの軽さとか薄さって合成の場合は安っぽさになるんですけど、うん、これはドレッシーな高級感すら漂います。本当に綺麗これ、はい、そう、そのお値段発表しますよ。ね、ちょっとこれはね焦ってくださいって感じ。7なんと7なんとですよ。ワクワクのちょっとびっくりね。そう、1万5000円プラス税ってことは16,500円。もう一回皆さん見てください、この女王のシルエット。これ、はい、これが1万6500円で手に入ります、はいはい、まだどのお店でも売り場に出してませんが、はい、明日から出します、はい、そうですね、はい、もう本当にシンプルなので見てください。襟ぐりも綺麗、そう、綺麗ですよね、はい、すごいシンプルなんです。あとバストのここのカーブをかけてちょっとあの、はいはい、ここ、はい、んどこですか。 あの襟ぐりが綺麗ですよね、はい、そのカーブがね、はい、はい、ですね、はい、ということで、はい、ごめんなさい上を脱げなくて。あと横とかスリットはないですか。ないです、うん、これは十分に運動量はありますね。あ、もう全然大丈夫です、はいはいはい、これね皆さんねちょっとマジでおすすめね、うん、そうですね、はい、シワにならない、ならないし、はい、本当旅行にもいいですし、うん、普段ガンガン着て、うん、お家で洗いますしね、うん、はいはい、だって T シャツの値段ですよ。そうですよ、ね、ありえなくない。ほんとほんと15,000円、作りも綺麗だし15,500円、いいと思います。あ、去年のフライガールのロングワンピ、ワンピ2色持ってます。こちらも欲しいと。去年ね、あの あれはちょっとアシンメトリーになってた、うん、カーブをかかってるやつね、はいはい、あれも今年、5色ぐらいやっているんですが、でももう あちらとこちら2本立てですね。そうです。でももう2号店って白ぐらいしかないです。もうあれもう売り場に出してるの。はい、白とか出さないうちにご紹介しててなくなっちゃって。まだね、あの、あ、そう、去年と同じバージョンも各店一切出してないんですが、出さないうちから売れてるんだ。そうそう、ご紹介するともうすぐでしたね。はい、はいはい、うん、あの、まだあれ、去年バージョン2枚も買っていただいてたら、これね3色はいらないと思うけど2色あっていいですね。そうですね、黒にそのカーキか紺にカーキ、ね、これ2枚買いで3万でしょ。だってそうそうそう、すごいですよね。本当に本当に綺麗だと思います、はい、普段着ていけ、はい、いいんでは。あのこれね、ワウワウプインさん、あとであの望月の方に連絡いただければと思うぐらい、はい、あっという間にこれは、はい、おそらく売り場に出ないねですね、うん、出ないうちにこう、はい、なくなりそうですね、うん、ご紹介してね、はい、あれになっちゃうかもしれない、問題つけないです。これは本当にちょっと T シャツで、ね、いいですよね、安っちゃう、うん、欲しい。どこも縫製に連れありませんからね、はい、この安さが不思議なぐらい、はい、完璧です、はい、でそのジャケットも効いてますわね。そうですね、うん、色が本当に綺麗だから、はい、差し色でね、はい、いいと思います、はい、もうデニムなんかでもかっこいいと思います、うんうん、いいね、かっこいいです、完璧です、はい、ですね、はい、はい、じゃあかばります、はい、女王と共にパーフェクトにね、ドレッシーでカジュアルな世界を楽しんでほしいです。おお、はい、おお、かっこいいじゃん。かっこいいですよね。うん、モノクロームの、はい、マレーラモノクロームのワンピースになります。はいはい、今期はこの特にこのグレーのシリーズがなかなか素敵でして。うんうん、これが襟が不白、ここと襟が不白で、ここがカットソーの異素材使いになっております。で、ここのスリットがまたかっこいいですね。両側に入ってるんですけど、それがなんとなくやらしくもならない、持ち味だけどね、私が着るから全然やらしくならないなと思って。本当に爽やかよ、ね、見てましたけど、あと20センチ深くても平気、大丈夫ね、うん、私が着るからか、あれ、そうか、じゃあ着る人によるかもしれない、うん、そうです、そうです、すいません、はい、で、ベルトはしてもしなくてもいいんですけれども、うんうん、
かっこいいグレーですね。ね。これかっこいいよね。このままで、素敵です。うん、感じでいいと思います。はい、場合によってはね、あのサイドのスリット、5センチ、10センチ、詰めるのも簡単ですけれど、全然品性が1ミリも損なわれないと思います、この状態でね。ですね。いい色ね。いい色、すごい素敵です。かっこいい。あら、どうしましょう、無視できないわって。そうなんです、新しい。無視できなくなっちゃいましたね。モノクロームのワンピです。うん、あら、どうしようです。はい。で、いいよねこれで、こちらもモノクロームのニットのジャケットになります、はい、うんうん、これがね贅沢だけどおしゃれだよ ね肩に巻いちゃういいんですけど、はい、うん、分かった、すぐ分かった。あの素材が違っても同系色で作っていますので、うんうん、やっぱりこう綺麗なんですよね、うんうん、あと着心地はもう最高だよね、これどう見てもね。そうですね、うん、天然素材ですし、うん、すごく着やすい。はい、いいと思います。こんな感じで。あら、どうしましょう、おしゃれじゃない。え、これだとバッグどう、しかも白のそのスニーカーもいいね、バッチリやってるね。そうなんですね、うん、今はそのぐらいでちょっとリゾートチックな感じで、はい、カジュアルダミしてもらっていいのかな、うん、ファッションとしてもね、感じでもいいですね、はい、素敵です。とにかくなんかこうね、うん、あの地味めな色なのにすごく存在感がある、うんうんうん、かっこいいよものだと思います、はい、すっごいかっこいい、うん、その袖口と襟周り、そのスキッパーの部分があの生地を張ってるから余計にね、そうなんですよね、シャキンとするのよね。そう、同系色なのに、はい、やっぱりこういうところが効いてますね、うん、ニットのジャケットは、はい、あのロールアップができるので、はいはい、あのお袖をぐるんとすることができます、はい、うんうん、いい感じですね、うん、一応着てみよう、うん、前で結んじゃったりした方がいいよ、君が。こんな感じで、うん、そのぐらいの感じで、うん、そうですね、そうですね、うん、そうするともちこちゃんらしくなります。とにかく着てるだけでおしゃれ、もうかっこいい、かっこいい。やっぱり今年は一巻き、一ひねりする感じの方がいいね、上を短く羽織物とかジャケット系、うん、思いっきり短くあのバストしたぐらいで結んで小さく見せた方が非常にエキゾチックですね。そうですね、うん、こんな感じに、はい、うん、その感じがいいと思います。お、かっこいい、かっこいいですよね、かっこいい、そのまんまどっか行ってた、あ、どっかに行ってた。どっかに行く、はい、そうそうそう。こんな感じの、上着があるのと、うん、これがちょっとこう透け感のあるニットになります、うん、こういうポッケの付け方とかおしゃれですよね、うん、やっぱりそうですよね、うん、さすが今季のモノクローム、この色が一番人気らしいです。あ、そうなんですね、うん、ねえ、すごいおしゃれな色ですもんね、うん、いい色本当に。これはシリーズでね、ガンガンオーダーしたね、うん、で、これがシースルーのブルゾンになります、はい、うん、それも羽織ってみて。これは逆に言うと、のたって着るのが可愛い、ホワンと、うん、こんな感じ、うん、よくお忍びのアイドルとか女優さんがカシャって写真撮られるような雰囲気ね、帽子とかかぶってね、うん、そうそう、夜12時半のね、はい、そう、秘密の隠れ家の、はい、そう、バーから出てきた、そうですね、女優 A さん、はい、このあと誰々さんと合流して巷に消えていきましたみたいなね。こんな感じで、はい、とにかくおしゃれで素敵です、うん、これがこういうシースルーのブラウスコートになります、うんうん、これの黒だったら吉高なんとかっていうような感じだね、吉高由里子、うんうん、
夜の闇に消えていくのよ。ちょっとね、酔ったような感じでフラフラしながらご機嫌で消えていきました。あ、はい、あ、なんかイメージがつきます。はい、はい、素敵です。素敵です、はい、とにかく素敵です、うん、のおすすめです、うん、そちらはもう全部一食一点っていう感じ。そうですね、上着とか全部売れちゃってるか。そう、表はこれはちょっと今ワンピだけですね、うん、そうですね、はい、はい、です、はいはい、はい、このワンピースが36,300円、はい、さっきのニットジャケットが42,900円、はい、このメン、うん、メンロン、メンシルクローンかな、うん、コットンシルクのローンです、うん、ローンの、はい、ジャケットが58,300円になります。針、はいはい、があってね、透明感と光沢、うん、照り、うん、ビンビンにお忍びの高級感ですね。なんかちょっと地味なのにただものじゃない感がすごいあります、うんうん、ただものじゃないの。ただのものなんですけど、そうそう、ただのものじゃない、私はただのものですけど、ただのものよ、ただよ、あなたは来てたらね、そうそう、来てたらね、そうそう、ただのものですけどね、はい、そして次、ただのもののクマですね、はい、ただものが続きます。そう、連鎖する、ただものは連鎖する次もただもののクマですね、はい、あ、でも素敵、まあ、ワンピースつながりでね、はい、ただものが続きます。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、うわ、これ綺麗だね、これ、はい、これめっちゃただものなのにね、ただものじゃないみたいやばいみたい、うん、あ、これもやっぱりあれだよ。何ですか、個性派女優え、誰ですか、うん、なんとなく名前が今出てこないけどちょっと悪いやつ悪いやつ役どころがね、役どころが、うん、すごいいい性格なんだけど、悪い役 役どころの女優さん、はい、そう、あのフォッシーの面百、うん、めっちゃくちゃいいよ、豪華、豪華面百、うん、豪華、見てください、これ綿100ですよ、この光沢、ね、光沢、なんかちょっとシルクとかね混ざってんじゃないかぐらい の、うん、あの光沢具合、うん、糸がね細くて綾織に織ってるから、これだけ光沢が出るの。これだけ細い糸をこれだけ密度濃く織るっていうのは、もうめちゃくちゃ高級に、高級な生地ってこと。なんかここのフリル具合、はい、とリボン、はい、で、うん、ここがこれ絞れるようになってるんです。すっごい面白い、はい、でこっからちょっと切り替えで、はい、ここはもう乗っていいっていうか、うん、何もないです、うん、ここ前のここだけが、うん、あのちょっと分量を使っている、うんうん、はい、で透けるんだけど透けないようにできてます。あ、ペチコートスカートだけついてます、うん、はい、出しちゃって、うん、なので一応こういう感じ、うん、でポケットもちゃんとついてる、うん、で後ろはもうほんと、うん、あ、ここゴムなんで、うん、そうですね、よくできてるよね。すっごい綺麗ですね、見た時におおってなるくらい、うん、本当に洋服って感じ、うん、クマそっち方向でいいから、裏地もあれ、うん、面かな、うん、あ、これ中はキュプラ、キュプラね、はい、わかりました、キュプラ、スカートの部分だけペチがついてて、うん、キュプラになります、うんうん、着丈結構長い、めちゃくちゃ綺麗だよね、かさ増ししないと、うん、削ってしまうぐらいの長さになります、うん、スーパー綺麗です。なんかふわっとしてていいですよね、うんうん、こういうデザイン見えたかな、もうとにかくね、そう、ここを、まあ、絞るのやめたって、デザインもすっごい綺麗なんだけど、もう生地そのものが綺麗だから、ここがこういう風に絞れるんですけども、うん、はい、あんまり変わらないかな、うんうん、あ、ちょっとなんかのぺっとするだけかな、うん、塩こういう感じになりますね、うんうん、はい、いや綺麗、ね、綺麗ですよね、めっちゃ綺麗、そう、テンションが上がる、うん、で、まあこれに何か着るとしたらやっぱり、うんうん、何を着る？やっぱ上は短め、うん、ワンピース、うん、ボリュームがかなりあるので、うん、はい、まあ着るとしたらもう定番で何度も出てきてるんで、うん、あれなんですけど、うん、同じホッシーの、ね、はい、ホッシー絡み、そう、合わないわけなくて、これも綿、うん、のニットジャケット、うん、はい、
がいいかなと思って、黒黒にしようかとも思ったけど、ちょっとやっぱ黒のラインが入ってるからちょっと白でちょっとメリハリある方がいいかなと。これも結構追加でいただいたけど、もうここにあるのでラスト、うん、1号点もないです。あとが他にグリーンが1枚あるだけか。あと白がじゃあ1枚、黒が1枚、グリーンが1枚ですね、黄緑っていうかね、綺麗なお色ですよね。もう本当に希少価値、幸いなことに大評判で、このところね、追加注文いただいたお客様の分は全部取り寄せできたんですけど、いよいよホッシーさんももうないので、このタッセルの感じ、もうちょっとツボなんですけど、そう、これもエリンもちょっと立ってくれますし、形がすっごい綺麗です、やっぱ短めがいいですね、やっぱり、ね、締めるとこうなって、クマ綺麗よ、あらそうですか、あらそうですかっていう、あた綺麗よ、あた綺麗よ、なかなか綺麗なんか、そう、これいい綺麗、ワンピース、まあできればデザインが綺麗なんで、まあ上は着なくてもいいんですけど、そう、一応こういう感じで、コーディネートとしては、はい、いいかなと。やっぱり洋服って女の人を綺麗にする本当に道具にもなるね、底上げするもん、綺麗さがね、なんかいいですよね、すごい、という着る服で 女性はどん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 綺麗になるっていうのが分かる。なんかこれはもう黒一色、これだけしか入ってこない感じなので、そう、あとはサイズ違いがあるかなぐらいなので、一応まあこういうのはありますっていう知らせですね、そのコムカちゃんのバッグもいいじゃない、これもさっき紹介したやつ、なんか一見ホースヘアのバッグみたいね、あの馬の尻尾の毛で編み込んだバッグ、一時むしろそれがわからない、あ、そうなんだ、馬の尻尾の毛って、手靴みたいな感じで、ものすごい強いの針があって、めちゃくちゃ強いのよ、それを紡ぎ風に織り込んで、ちっちゃい旗でね織り込んで、反物っていうか、要するにこう生地のようにして、それでバッグを作って、そういう感じの雰囲気に似てるっていう、ホースヘアってね、一時大ブームになったんだけど、そうなんですね、はい、それは綿とナイロンです、はい、一応これはちょっと黒も混ざってるからいいかな、差し色でぐらいの感じで、はい、持ってます、はい、そしたらお値段が、これのこの分量をね、前も後ろもたっぷりのこのホッシーのノースリーブのワンピースがやっぱり極上58,300円、はい、あ、ちなみにこれはそれだけ見えるわね、見えますね、そう、これでここを開けて、後ろはゴムなんでかぶって着る感じです、なるほど、ちょっとこれどうにかしたら、V ネックでも素敵かなと思います、いい感じ、はい、であとメッシュのニットジャケットが24,200円になります、はい、そのブログランのリボンがお嫌な方は切っちゃえるからお店で言っていただければ、普通の V の、でもなんか V の方綺麗かもしれないですね、ちょっとここだと多分開いてないみたいに塞いじゃう感じになるので、ちょっと開いてる方は私個人的にはスッキリして綺麗かな、はい、ここのフリルもデザインであるので、悪いけどなくてもいいかなぐらいを、ない方がいいわっていう方いらっしゃいましたら、はい、何なりと思いつけください、外すのには何のこだわりもございません、ね、好きに着ていただくのが一番いいですもんね、はい、ということで私からは以上です、あ、いいだな、その感じの方がね、むしろ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、本日のラスト、ラストです、あら、そのまんま、はい、こんな感じで、なんかもうリゾートに来てるみたいね、そう、もう5月の今高いわよ連休、箱根あたりに行こうかなと、おー、これで箱根行っちゃう、箱根行って本当散策するのにちょうどいいかなと思って、それでこの暑ければ脱げばいいし、寒ければ着ればいいしっていうので、このホッシーのブルゾンがとても、あ、ブランデール、ごめんなさい、ホッシーそう、大丈夫よ、ブランデール、リップには間違いない、そうそうそうっていう感じでの
あのちょっと光沢があって、はい、上が裏地がすごい、そう裏地がこれ、はい、綿なんですよね、はい、そうなの。だから例えば、うん、あの T シャツだとか、うん、キャミソールで汗をかいてもね、うん、はいはい、全然サラッとしてると思うんですよね。それがいいの。そうすごいですよね、裏地に綿を使う、はい、いい面です。しかもいい面ですよね。いい面らしいです、うん、せっかく麺使ってるのにね、ガサツな麺じゃ嫌よね。そう、そう、はい、そしてこれが04のテレーンとしたちょっと光沢、はい、銀色になるんですかね、はいはい、白プリントですね、銀箔をあの、うん、プリントかけてますね、はいはい、のテレーっとした、はい、あのパンツにちょっと、うん、マデーラって、あら、うん、T シャツ、ヤシの葉、それ、はい、そうですね、うん、マレーラの T シャツを着てみました、うん、いいですよね、うん、こんな感じでもう脱いだり着たりできるもので、ちょっとお散歩、うん、お買い物、うん、行ってみたいなと思って、うん、こんな感じにしてみました、うん、本当リラックスできますね。そうですね。それにあのそのライトブルーのバッグなんか、うん、かわいいと思います、ね、綺麗すぎるぐらいいいですね、はい、こんな感じでね。あらようございますね、はい、うん、こんな感じでいいんではないでしょうか、うん、かわいい、はい、あとその場合にお色違いもあったんで、はい、来てもらっていいでしょうかね。あります、はい、あれ売り場にかかってませんか。ここ、はい、パンツ履きやすいようですね。すっごく履きやすいです。涼しい、はい、ね、はい、と思います。シワにならないですね、あんまり。これシワちょっとお待ちください、はい、画面から上手。ごめんなさい。これこの感じも綺麗だな。いい、そうこっちの ね、うん、ね、ちょっと光沢、光沢なんですよね、うん、はい、あ、これも綺麗よ。はい、おお、これはあれだ、良いですか、あのアカデミー賞の受賞前の園子宮部イエーイ、何で受賞したのかな、うん、そうそう、みたいな、うん、主演女優賞でしょ、わお、うん、そんな感じです、はい、こんな感じでかっこいいですよ、ね、むしろこのぐらいの方がいいかもしれない。いいですか、トーン合わせて、うんうん、いいですかね、こうキラ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 でちょっとどうかなと思ったんですけど、いいでしょうか、うん、女王のね存在のキラキラ感に比べたらこの辺のキラキラへでもない。これがじゃあ可愛すぎちゃうからもうちょっとガツンと持ちたいですよね、うんうん、そうですね、そうですね、その方がいいかもしれないです、うん、はい、そんな感じです、はい、これ2色です、うん、パンツいいですね。箱根朝晩かなり寒いですよ。あ、本当ですか、うん、そっか、じゃあこれダメですかね。あ、そうかね、うん、下にタイツ履きましょうか。ことき、ね、に箱根までお届けさせようかな。何よ、そうそう、うん、そうですね、はい、本当にでもとてもいい感じです、うんうん、はい、とにかくなんかこのいい感じじゃないですか、シルバーの。いいですか、うん、本当、うん、光沢、あのシルバーかぶり、本当、全然あのどぎつくないし、あ、そうですか、うん、寂しくもないですか。なわけないじゃん。何言ってんの、何僕が寝ぼけたこと言ってんですか。いやいや、こうキュッと締めた方がいいかななんて、うん、さっきどうしようかななんて思ったんですが、うんうん、いやいやいや、そもそも存在派手なんだからこれでいいですかね。いや、綺麗です。でも本当にこれは履きやすいです、はい、で、そうそうそう、間違えた、ここをベルト、うん、あの押しのベルトをしても綺麗だと思います、はいはいはい、ちょっと外してやってみてくださいよ、はい、白い、あ、そこに、うん、そうです、そうです、よいしょ。え、これに関しては、ね、このグレー綺麗だよね、上下綺麗ですか、うん、すっごい綺麗、同じ感じの色味だから、そういいですかね、感じ、うん、黒だと、ちょっと重いかもしれない、うん、あの黒本当、光具合が少し違うんだけど、うん、その違いが逆にしつこくなくていいの、うん、そうそうそう、上がシャリッとそんな感じかな、うん、そうですね、ちゃんと通した感じでね、うん、はい、はい、こういう感じで、はい、いいですか。ちょっとその子手抜きしました。そうそう、しました。重工通すともっと綺麗なんですけどね。通しますか。うん、ちょっとだけ通してほしい。よいしょ、ね、やっぱりそうですよね、シルバーかぶりがとてもいいです、うん、いいですね、これはシルバーかぶりよね、本当、綺麗、うん、じゃあかぶりにします。うん、っていうか、おいおい買うのかいみたいなね。おいおいって、うん、もう失礼な言い方しちゃってびっくりしちゃって、買うのみたいな。このシルバーかぶりいいですよ、絶対かっこいい。いいですか、うん、です、そうです。じゃあお求めの方はセットで、はい、いや、もうこれは
そんな感じで着てほしい。シルバーこれいい、うん、見事に合ってるね、うん、違うのにちょっとそう違うかなと思ったので、はいはい、どうでしょう。いやいいんですいいんですよ。だからこのパンツのとろみが効いてる、その上着の素材でパンツだとちょっとハリッとしちゃうので、あなるほど、うん、上着のハリッとした感じに関して下のとろっとした感じが非常に非常にいいですよ。これシルバーかぶり、シルバーかぶり良いそうです、うん、めっちゃいいです。そうですか、うん、はい、もうバッチリ今日も決まっちゃいましたね。はい、じゃあこんな感じで、うん、3人ちょっと豪華ないでたちじゃない、よろしいでしょうか、はいはい、お似合いですってね、ありがとうございます。ま、ね、そうしましたら星さんのやっぱり、ね、あ星じゃないハリウッドのアカデミー賞主演女優賞イエー候補候補ノミネート候補でいつも脱落脱落そうノミネートはい、ブルゾンが 47,300円、はい、こちらのパンツが 42,900円になります、はいはい、ちょっとね両、うん、上下だとあれですけど、うん、その価値はありますね。ありますあります。もう誰が見てもそうですね。ね、うん、かっこいい、はい、マレーラとグランベールですね。はい、はい、です。はい、あ、いいと思います、はい。そんな感じですか。いいですか。うん、はい、はいはい、集合。うん、三人集合。おお、なんかいいね、自信にあふれて三人。いい。自信じゃないですか。ノミネート待ち。候補。のみ。そうそうそう。はい。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。はい、次のライブは月曜日のライブになります。はい、よろしくお願いします。はい、明日お嫁ちゃんと伺うと思います。よろしくお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。楽しみに来てほしいですね。はい。はい。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。うん、じゃあ行きます。今日もありがとうございました。はい、ました This is the fashion。 今日もありがとうございました。なんかいい感じ、今日最後の3人のこのカラー色、あー、うん、まとまってますね。そうそう、うん、今何だったら外すよ